映画鹿の王ユナと約束の旅の監督を務めました安藤正史です。この映画は、上橋直子さん原作鹿の王をもとに、映画化しました。映画を作るにあたり、映画にするためにいろんなアイデアとか、その新しい展開とか映画ならではのものを、織り込みつつ、映画を作ったつもりです。原作同様、映画を楽しんでいただけると大変ありがたいと思います。この映画は、くしくも、ある病の発生により翻弄される者たちの物語です。現在のコロナと同様、彼らもまた、その中で恐れもがき、共に生きるということが何かを考えながら、旅をしていきます。皆さんも、この映画をご覧になって、共に生きるということがどういうことかを、主人公たち同様考えていただけると大変ありがたいと思います。ぜひ一人でも多くの方にご覧いただければと願っております。安藤でした。